バレーボール 2017-18V プレミアリーグは2017年10月21日から2018年3月18日まで行われた V プレミアリーグの通算24回目の大会である。来シーズンから V リゲ v 1リーグ以降に伴い最後の V プレミアリーグとなる。V チャレンジリーグ愛との V チャレンジマッチは実施されない。男子大会は パナソニック・パンサーズが4年ぶり5度目の優勝を果たし、女子大会は、ひそみつ製薬スプリングスが2年ぶり6度目の優勝を飾った。3回戦争あたりの V レギュラーランドを行い、上位6チームが V ファイナルステージに進出。1回戦争あたりのファイナル6を行い、さらにその上位3チームにより、ファイナル3ファイナルを行う。選考委員会にて、未来へつなげ、に決定した。 昨年に引き続き上野優香がオフィシャルサポーターを務めた。1レック赤字はホームチーム。10月21日及び翌22日の試合はセントラル方式で開催された。1レックの結果にレック赤字はホームチーム。この試合に出場したサントリーの酒井大介は男子通算出場セット数1159の V リーグ新記録を達成した。 この試合に勝利したパナソニックは早くも V ファイナルステージへの進出を決めた。2レックの結果3レック赤字はホームチーム。165の試合は今シーズン唯一の平日ナイトゲームとして開催された。この日の試合の結果、豊田合成、東レ及び JT の V ファイナルステージへの進出が決定した。この日の結果、サントリーと j テ e クとの V ファイナルステージ進出が 決定した。3レックの結果 V レギュラーラウンドの結果ファイナル6。この試合の第一セットで、清水国広がアタックし着地した際に右足を負傷し、右前十字人体損傷で、全治12ヶ月と診断された。ファイナル6の結果ファイナル3トヨタ合成は2年連続でゴールデンセットを制して、ファイナルに負を進めた。ファイナル1レック赤字は、ホームチーム。 10月21日及び翌22日の試合はセントラル方式で開催された。1レックの結果2レック赤字はホームチーム。この試合に勝利した久光製薬は開幕13連勝を飾り、早くも V ファイナルステージへの進出を決めた。2レックの結果3レック赤字はホームチーム。この試合で勝利を飾った JT マーベラスは V ファイナルステージへの進出が決定した。 この試合に勝利した伝ンは V ファイナルステージへの進出が決定した。愛知ダービーに勝利したトヨタ車体は V ファイナルステージ進出が決定した。この試合でアゲオが敗れたためトーレと NEC の V ファイナルステージ進出が決定した。この試合に出場した日立の遠い萌人氏は通算試合出場数が230試合となり V リーグ A 予賞の受賞資格を得た。 サンレックの結果 V レギュラーラウンドの結果ファイナル6、愛知ダービーを制したトヨタ車体がチーム史上初のリーグ戦3位以内を確定した。ファイナル6の結果ファイナル3ファイナル。ありがとうございます。